どういうこと、マイ？あんた私の婚約者に何したの？うわ、お姉ちゃん。急に連絡してこないでよ。びっくりするじゃん。いいからどういうことか説明しなさいよ。たった今、大地に振られたわ。君の妹と結婚することにしたから別れてくれ。ってね、なんで前が私の彼と結婚するのよ。一体何がどうなってるのよ。え、大地くん、もうお姉ちゃんのこと振っちゃったの？まあ、大地くんたら、恋のタイミングを考えようって私言ったのに。姉の婚約者を大地くん呼び、あなたたち本当に付き合っているの？もうバレちゃったのは仕方ないから。実は先週から私たち付き合い始めたの。先週ですって。それってまさか、先週あんたに大地を紹介した日からってこと？正確にはその翌日から付き合ったの。あの日大地くんに一目惚れしちゃってさ、どうにか付き合えなくアタックしてみたらあっさりと OK してくれたんだよね。はあ？怒る気持ちもわかるけど、好きになったものはしょうがないよね。まさかお姉ちゃんの婚約者があんなにイケメンで素敵な人だと思わなかったんだもん。しかも消防士とか最高にかっこよすぎる。私って制服男子弱いんだよね。全然しょうがなくないでしょ。あなたが一目惚れしたのは姉の婚約者なのよ。つい先月プロポーズしてもらったばかりなのに、それが1ヶ月も経たずに破局。しかも実の妹に奪われました。ふざけんじゃないわよ。お姉ちゃんには同情するけど仕方ないことなんだよ。やっぱり男は若い女に弱いしさ。若い目にこんなに可愛い女の子にアタックされたら、誰だって私を選んじゃうって。開き直ってるんじゃないわよ。ただ、今まで一度も私に謝罪の言葉がないじゃない。姉から婚約者を奪った罪悪感すらないっていうわけ？あれ、私謝ってほしかったの？それならそうと言ってよ。そういうことならすぐに謝ってあげるから。この度はお姉ちゃんの婚約者を略奪しちゃってごめんなさい。あんた1ミリも悪いと思ってないでしょ。こんな腹を出す謝罪は初めてだわ。ああ、悪いと思ってないよ。だって人を好きになることに悪いことなんてないもん。今回のは私がお姉ちゃんよりも可愛くて、しかも大地くんはそんな私の方がタープだったってだけ。誰も悪くないよね。その理論で私の彼氏を奪ってきたのはこれで何の目かしらね。もういい。あんたとは話すだけ無駄。今後縁を切るから私には関わらないで。全然 OK。 じゃあ彼との結婚式は呼ばないけどそれでいいんだよね。せっかく可愛い妹のドレス姿が見れるのに。見たくもないから招待もしてこないで。了解です。じゃあ負け組の姉とはこれっきりってことで、頑張って大地くんの次にいい男を見つけてね。ちょっと、あなたは一体何様のつもりなの？私の大事な息子夫婦の結婚式に来ないなんてどういうことよ。あの、どちら様でしょうか？送り先を間違えていませんか？間違えてなんかいないわ。あなた、舞さんの姉の沙織さんよね。どうして私のことを？どうも、はじめまして。私、あなたの妹さんの婚約者、大地の母です。今日は息子たちの結婚式のことであなたに話があるの。え、大地のお母さんですか？あら、息子を名前呼びとは随分と親しげなのね。なのに結婚式を欠席するとは一体どういうことかしら？新婦の姉だというのに欠席するなんて非常識よ。え？あなたにとっても大事な妹の結婚式なはずよ。なのに家族であるあなたが欠席なんてありえないわ。これは私にとって大事な息子の結婚式でもあるの。だからこそ結婚式は完璧に挙げてもらわなきゃ。そのためには新婦の姉のあなたも絶対に出席してちょうだい。家族が誰か一人でも欠けた式なんて絶対にダメよ。まず確認したいんですけど、二人から私の欠席理由を聞いていないんですか？もちろん聞いたわよ。舞さんとあなたが不仲だから欠席すると聞きました。なんでも妹が先に結婚するのが許せないそうね。そんなくだらないことで絶縁して、しかも欠席だなんて。あなたね、もう少し大人になった方がいいわよ。はい？我が家には子供が5人もいるけど全員仲良しよ。結婚の順番ごときで腹を立てる人もいないし、家族の結婚は自分のことのようにお祝いできたの。なのに沙織さんはそんなこともできないなんて。
はっきり言って義理の親族になるのが不安なくらいね。ちょっと待ってください、それは二人がそう言っていたんですか？ええ、そうよ。息子と舞さんはもう3年も付き合っていたんですって。そんな二人に嫉妬する暇があるなら自分の魅力を磨きなさい。いくら妹の舞さんが可愛いからと言ってその妹本人に八つ当たりするのは丘の違いってものよ。では婚約者を奪われた私の怒りは誰にぶつけたらいいんですか？え？略奪した妹の方が可愛いからとそんな理由で私は泣き寝入りすればいいんですか？婚約者を取られた私は怒ることも許されないんですか？ちょっと待って、略奪ってどういうこと？婚約者を奪われたって全く話が見えないよ。私が妹の舞と不仲なのは婚約者の大地を奪われたからです。彼と3年間も付き合っていたのは私ですし、そんな私に隠れてあなたの息子さんは私の妹と浮気したんですよ。なんですって？まさか自分たちの都合のいいようにそんな嘘をついていたとは。絶縁したのをいいことにやりたい放題ですね。ちょっと待ってちょうだい、こんな話は信じられないわ。そんな息子とあなたが付き合っていたなんて。何も知らなかったということで今までの無礼は許します。ですが私が今説明したことが事実です。信じてもらえなくても私はそれで結構です。ではこれで失礼します。待ってちょうだい。どうかしましたか？こんな話を息子たちに確認するなんてできないわ。まずは一度あなたからちゃんと説明を聞かせてちょうだい。一度直接会うことはできるかしら？そういうことならいいですよ。では後ほど都合のいい時間を送りますね。明日の結婚式楽しみすぎる。もう興奮しちゃって全然寝れない。ああ、ついに明日だったかしら。明日のウェディングドレスは超気合入れたの。ドレスだけで100万近くかけたし、日本にも装飾もすごくこだわったんだから、友達もたくさん呼んだし、早く明日にならないかしら。それを私に連絡してきてどうしたいの？ただ自慢話を聞かせてあげたいだけに決まってるでしょ。私が大地くんとどんな素敵な式をやるかを教えてあげたいの。これで今夜は悔しくて眠れないでしょうね。いい君だわ。申し訳ないけど全然悔しくないわね。またまたそんなこと言って、内心はものすごく腹が立ってるくせに。妹が自分の元婚約者と結婚するんだもの、悔しくないわけがないよね。は？先に結婚してごめんね。お姉ちゃんの分も明日の結婚式は楽しんでくるから。うん、当日楽しみにしてて。え？楽しみにしててってどういうことよ。っていうか本当に何も悔しくないの？明日大地くんと結婚しちゃうんだよ。だから言ったでしょ、全然悔しくないって。それよりも今日は早く寝なさいよ。明日はとっても面白い式になるんだから。え？ちょっと待ってよ、それって一体どういうことよ。まさか私の結婚式に何かちょっかい出すんじゃないでしょうね。さあ、それはどうかしら。それじゃあおやすみ。なんてことしてくれたのよ。こんなひどいことするなんてありえないんだけど。急にどうしたのよ。せっかく超最高の結婚式の途中なのに。今お色直しに集中しないと。こんなの集中できるわけないでしょ。最高どころか今日はもう最悪の結婚式よ。そもそもなんで招待もしていないお姉ちゃんが式にいるの。そこからしてありえないんだけど。だからそれは司会の人が言っていたでしょ。私があんたの式に参加したのは志しお姑さんからのサプライズ。絶縁した妹と仲直りさせたいからって呼ばれたの。ふざけんな。仲直りどころか関係悪化だよ。お姉ちゃんみんなの前で略奪感の言葉で全部バラすし、そのせいで友達のみんなは完璧、結婚式は最悪の雰囲気になったわ。つまり私にとっては最高の結婚式ね。私が二人の浮気について語るたびにどんどんみんながお膳としていくあの空気感、めちゃくちゃ楽しかったわ。招待してくれたリエさんに感謝しないとね。彼女のおかげでバカ二人の真っ青な顔が見れたんだもの。いい君だわ。あのシュートベベ、なんてことをしてくれたのよ。よくもこんな最悪のサプライズを用意してくれたわね。
あのババアは一生許さないわ。姉さんのことを責めないであげて。家族は絶縁なんてかわいそうと思ってのことなんだから、お姑さんなりに良かれと思ってやったことなの。それが余計なお世話だって言ってんのよ。絶縁した姉を呼ぶのもおかしいし、のこのこ現れるお姉ちゃんも頭おかしいんじゃないの。妹の結婚式をぶち壊して罪悪感ってものはないわけ。ねえ、全然ないわね。舞が大地を奪っても罪悪感を感じないように、私もあんたの結婚式はどうなるかなんと思わないわ。姉妹ってやっぱり似合うものね。最低だよ。こんなめちゃくちゃにしておいて謝る気もないなんて。私が謝るときはあんたが私に謝るときよ。じゃあ私はこれで失礼するわ。結婚式後半も引き続き楽しんでね。今日は呼んでいただきありがとうございました。私は一足先に帰らせていただきますね。こちらこそありがとうね、沙織さん。とても素晴らしいスピーチだったわ。熱を込めて話した甲斐がありました。でも大丈夫ですか？私を呼んだリエさんが避難されるんじゃないかって不安で。大丈夫、年寄りはピエロになるのが得意なのよ。うちの家族仲がいいのは招待客の皆さんもご存知のこと。絶縁をかわいそうに思ってこれをきっかけに仲直りさせたかったのといえば、家族愛の強い母さんなら仕方ないって分かってくれたわ。さすがです。だから沙織さんも何を言われても私に呼ばれたといえば大丈夫。全力で私を使いなさい。ご配慮もありがとうございます。それでは私はこれで失礼しますね。今日はこのようなチャンスをいただき本当にありがとうございました。もうやだ、こんな結婚式。私帰る、お家に帰る。もう大地さんとの結婚もやめてやる。どうしたのよ舞。結婚式も披露宴も終わった頃、今二次会かしら。一番楽しい時なのに一体何を言い出すの。何が楽しい二次会よ。式も披露宴も二次会も全部最悪。これも全部お姉ちゃんのせいなんだから。この時期に一体どう取ってくれるのよ。私は式でスピーチしただけじゃないの。そのせいで今日一日全部最悪なのよ。みんな暴走いちゃって、もうこんなのただの下品な飲み会だよ。こんなの私がしたかった結婚式と全然違う。一生に一度の結婚式はこんなんてありえないよ。え？下品な飲み会ってどういうこと？お姉ちゃんが略奪婚ってことをバラしたせいで式場の空気は最悪で、それをどうにかしようと思ったのか、新郎の同僚が一斉に服を脱ぎ始めたのよ。何ですって？略奪婚だったのは仕方ない。我々は惚れ惚れするような期待の枯れた体ですからね。そんなまま余興を始めたの。なるほど、最悪の空気をどうにかしようとしてくれたのね。文字通り体を張ってくれて素敵な消防士たちじゃない。これのどこが素敵なのよ。突然の話題の世界に逆に私と友達はドン引きだよ。なのにどんどんお酒を飲んでどんどん脱いで、もう見ていられなかったんだから。確かにそれは刺激が強すぎるわね。しかもこの際開き直っていきましょう。略奪するガッツのある嫁なんてかっこいいじゃないか。それで何度も私を略奪嫁、略奪嫁って呼ぶのよ。バカ消防士のせいで私は彼の職場で今後一生略奪嫁って言われるんだから。まあなんて不名誉なあだ名なのかしら。何度か披露宴も終わって立て直したかったけど、さらにお酒も入って二次会はもう無礼講状態で。略奪嫁の友達ならみんな知り合いの感じですかって、新郎の職場だけじゃなくて友人まで悪乗りしてきたの。私の友達はその扱いにみんなブチギレ、全員怒って帰っちゃったんだからね。あらあら、ちょっとそれは悪いしすぎね。あなたのお友達がかわいそうだわ。今一番かわいそうなのは私だよ。友達からは略奪婚なんて聞いてない。後日ご祝儀返して。冷たいライン殺到してるし、中には縁を切らせてくれって。そして新婦友人が全員帰ったって言うのに、新郎の招待客はまだまだお酒を飲み続けるし。その状況でまだやってるの？誰が連れてきたか知らないけど、全く無関係の女の子たちが会場にいるの。
嘘でしょ、もはやただ飲み会じゃないの。これが私の結婚式なんてありえない。もういや、大地君との結婚もやめてやろう。私は略奪嫁なんて呼ばれて生きていたくないもん。ないもんって、あんた子供じゃないんだから、自分がしでかしたことは帰ってきただけでしょ。姉から婚約者を奪ったのは事実だし、不名誉のあだ名はあなたの荷から出たサビなのよ。じゃあお姉ちゃんに大地君を返せばいいってこと？それなら喜んで返してあげるよ。大地君と結婚させてあげる。だからもう私をここから返してよ。あんな浮気男なんていりません。返品不可だからあんたは結婚してあげなさい。消防士とか制服男子が好きなんでしょ。もうこんなマッチョバカなんて嫌いだよ。最初は私と一緒に真っ赤な顔をしてたのに、ウィスキーの一気飲みをしてからは完全にバカの仲間入り。今だって楽しくナンパ女と肩組んで飲んでるわ。先に逃げた上になんてことを。私が気づかなかっただけで根っからのアホ男だったのね。お願いだよ姉ちゃん、大地君と結婚しなくていいから、私をここから返してちょうだい。こんな惨めな状態でもうここにいたくないよ。帰っちゃダメ、あんたは今日の主役なんだから、いっそあんたもお酒でも飲んで気分を上げなさい。それじゃあ私はこれで失礼するわ。大地とどうぞお幸せにね。そしてその後は新郎に続き前も先に走ったようで、翌日の二次会会場は新郎新婦を含めて二日酔いの屍が積み上がっていたんだとか。そしてそんな二日酔いの新郎新婦に会場からは事前注文分より上回ったドリンク代、そして泥酔での上暴れで壊した店内物品の弁償代として合計150万本の請求があったそうです。そして姑のリアさんはというと、そしらぬ顔で、まさか略奪するような嫁だとはね、これは徹底的に教育し直さないと、ほぼ強制的に舞と同居し始めたそうです。大地も職場で略奪婚をいじられるわ、その他の職員からは毛嫌いされるわで、かなり過ごしにくい日々を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。